今回は、川島雄三監督作品の話です。この監督は年齢的には黒澤明よりも8歳した市川紺よりも3歳した平成ぐらいまで活躍していてもおかしくない年代の人ではあるんですけども20代半ばでヤンキースのルー・ゲイリックがかかったのと同じ筋萎縮性側索硬化症というまあ難病を発症して手足が徐々に不自由になっていって死の恐怖と絶えず戦いながら作品を撮り続け1963年45歳の若さで亡くなられました。 それでも生涯に監督した映画は51本あってでその中には「須崎パラダイス赤信号風船がんの寺」といった文芸作品から「幕末太陽殿」「貸し回り」「グラマトの誘惑」「島の背広の親分子しとやかのけだもの」といったぶっ飛んだコメディ女は二度生まれる夜の肌夜の流れ」などの下流替え物「銀座24丁」「接吻泥棒」といった風俗映画までさまざまなジャンルがあり。 一貫しししてドライででで都会的な作風を通した監督でした。監督本人も都会的なシュッとしたルックスで常に仕立てのいい英国製の生地の背広を着て「スリーキャッスル」という英国製のタバコを吸いなんとかでゲスなんとかで御参照といった江戸言葉を使って芝居にあった日本の高級賃貸マンションの走りの日活アパートで亡くなったので知らない人はみんな江戸っ子だと思っていたようですけれども実際は青森県むつ市の出身です。 で亡くなった時枕元には撮影予定だった浮世絵師写楽を主人公にした「完成太陽電の資料が広げられていてその資料を覗き込む姿勢で自然死していたそうですその死に事件性がないかを調べるために警察が川島の遺体を大塚の監察医務員に運ぶ車には川島と長年コンビを組んでいた脚本家の柳沢澤巧久,久と女監督の今村昌平が同乗していたそうです 脚本家で柳沢澤田口さんはこの時今村翔平が「川島さんは死んだことをまだ気づいていないようですな」とつぶやいたと書き残しています、まあ、だから安らかな死に顔だったんでしょうねまた川島に指示した作家の藤本喜一によれば川島は亡くなる直前に大阪の南地北新地東京の銀座の全ての行きつけのバーの付けを現金書留で払っていたそうです書き留の決心はなくなる前日でした 藤本義一はこれほどお金にきれいに死んでいった人を他に知らないと語っています今村翔平は川島雄三の死に際してこんな文章を残しました川島雄三はしかし見事に生きた恐怖は確かにたとえもなく重かったそれでも彼は45年の一生を精一杯生き切った芸術もあった戦争もあった泥酔も喧嘩も恋愛も嫉妬もケチも痛快も憎悪もあらゆるものが充実しつ詰まり華やかにあった今回はその川島雄三の人生と映画の話です 川島ゆずは1918年生まれ、明治大学文学部を卒業して松竹に入社。第二次世界大戦の末期の1944年に監督昇進試験にトップで抜群の成績で合格して26歳の若さで佐野修二主演の帰ってきた男という作品で監督デビュー。それから1954年までの10年間に松竹で24本のプログラムピクチャーを監督。この24本は VOD に上がっているのはたった2本だけなんで僕はほとんど見ていないんですけれども、その代わり日活に移籍して撮った9本。 『東方三加の東京映画に移って撮った15本中の12本それから大英に出向して撮った3本、えー、合計24本は VOD に上がっているのでこれは全部見ています週刊ヤングジャンプに連載されていた「栄光なき天才たち」という漫画の川島雄三の回で川島雄三を知った方も多いんではないかと思いますけどもこの回では今村翔平が1952年に松竹に入社して川島が撮っていた 相とことん同士という喜劇映画の撮影現場に派遣されるところから始まりますこの映画のクライマックスは川島の思いつきで恋敵同士がなぜか伊豆の大島に行ってフェンシングの剣で戦うというまあバカバカしい場面になっていて今村翔平はそのいい加減さに幻滅してしまいますで実際この映画の主演女優の岸啓子はインタビューで「ああいう映画に出るのは死ぬほど悔しい」と発言していたそうですで今村翔平は川島に「どうしてこんなバカな映画を撮るんだ」と聞いたところ 生活のためでゲスと答えたそうでそれを聞いて今村は、えー、川島をいっバカにするようになったといいます、えー、そんな川島雄三も1953年の「東京マダムと大阪夫人」というモダンなコメディで評価され さらに翌1954年に撮った川島にとっては初の文芸作品山本雄三の小説の映画化「真実一路」やその次に撮った井上康氏の小説の映画化の「昨日と明日の間」でこの作品はあのその年に松竹に入社したばかりの山田耀司がカチンコを叩いていたそうですけれどもこの2本でさらに評価を上げて翌1955年映画制作を再開したばかりの日活に引き抜かれます。でこの日活には同じ小地区から 助監督の中平子西川勝美斉藤文一鈴木清順、野口博史今村昌平らがごっそり移籍していてまあ今村は軽蔑していた川島雄三が同じ日活に後からやってきてしかも川島雄三の移籍第一作の愛のお荷物に助監督として付けられることになりがっくりしたそうですこの愛のお荷物は戦後のベビーブームを背景に山村総を演じる厚生大臣が 国会で人口爆発に対する政府の対策を答弁している最中に山村総の48歳の妻、整木彦が産婦人科で医師から妊娠を告げられ、しかも山村総のドラ息子の三橋達也も山村総の秘書の北原美恵から妊娠を告げられ、 そして三橋達也の妹の孔優子も婚約者のフランキー堺に妊娠を告げるという、まあ、出てくる女性が片っ端から妊娠しているというちょっと日本離れしたコメディーです。それもそのはずで川島雄三はフランスの現代通俗喜劇いわゆるブールバール喜劇の作家アンドレ・ルスさんが1952年に発表した「赤ん坊賞」 という芝居、この芝居は日本で何度も造成されているので多分川島雄三も日本でその公演を見たんでしょうその赤ん坊賞を映画化したかったんだけど原作権が取れなかったためにそれを大幅に改変して作った作品だからです。 この映画他の多くの川島作品同様に登場人物がやたら多いのが特徴で,でこの人物のさばき方がうまくてテンポがよくてしゃれていてもう引っかかりなく見れちゃいますねで川島雄三と同い年で同じ松竹出身の西川勝美監督この人は後に山口百恵三浦智和映画を数多く監督した職人監督ですけれどもこの人は、えー、川島雄三の最高傑作は「幕末大王電」でも「鈴木パラダイス赤信号」でもなくこの愛のお荷物だと書いています もう何しろこの映画、まあ、日活での川島裕三作品はほとんどがそうなんですけどもチーフ女監督が今村翔平でセカンドの女監督が後に「キューパラのある町」で吉永瀬で鍛え上げた浦山桐郎というすごいスタッフだったんですね川島裕三の日活遺跡第2作は井上康の朝日新聞の連載小説を描かしたこの1955年の同じ山村僧三橋達也主演の「明日来る人」。 で,す、ね、でこの映画にはタクのの学者の役でミクニレンタルも出ていましたこの映画は日比谷の晴海通りの入り口の今ペニシュラホテルになっているところに立っていた日活ホテルの入り口前に立つ三レンタルの靴のアップから始まるんですけれどもこの時川島雄三はもう地面すれすれのもすっごいローアングルでこの靴を捉えてそこからカメラを振り上げてビルの高さを見せたい。 と言い出して、まあ、地面にですね歩道にカメラを置いちゃえば川島雄三が望む、えー、すれすれローアングルの靴は取れるんだけどそれじゃあそこから上に振り上げることができないのでこの映画のカメラマンの高村倉太郎は日比谷警察に掛け合ってあの日比谷通りの入り口のペニッシュラの前の歩道の石を剥がして穴掘ってでカメラを埋め込んで,で靴をローアングルで取ってそこからカメラを振り上げたんだそうです。でこの映画にも 上がっているのでその出だしだけでも見てくださいそんなに苦労して撮った絵とは到底見えないスーッと見れちゃうですけどねこの次が井上智一郎という作家が週刊朝日に連載していた小説の映画家銀座二十四丁です これは当時の銀座の風景を記録することが目的のような風俗映画でその軽い感じを出すために川島裕三は当時ラジオでおしゃべりをしながらレコードをかけるディスクジョッキーまあ今言う DJ とはちょっと違いますけどもラジオのディスクジョッキーという職業が流行り始めていたのでだったらこのムービージョッキーがあってもいいじゃないかと言い出してですね森重久也をこのムービージョッキーに起用していますでこの映画タイトル画面でまず森重久也が歌う歌が流れて で続いて東京の玉川方面の空撮のロングショットになってえ東京の玉川方面の朝焼けのロングショットになって森重久也が皆さんこんにちはいやおはようございます私ただいまちょっと素人ーでした歌をお聞かせいたしました森重久也でございます画面の進行に従いまして時々お邪魔をいたします って言うんですねでこれがナレーションじゃなくて確かにラジオのディスクジョッキー調の語り口になっていて鹿、まあ、島雄三の狙いを見事に実現していたのがもうさすが森重っていう感じでした。で続いて画面はこの田んぼの景色になってまた森重の声がですね「さて今は夜明けです」たたくさんののカエルたちが夕べから一睡もしないいでで夢中で恋歌歌を歌い続けておりますというと画面がカエルが交尾している絵になってで森重夫妻が「おいおいカエルくん少しは遠慮したまえ」と突っ込みます。 でさらに、えー、森重が「おやどこからかいい匂いが漂ってまいりました」というと紅葉から担いだ人の絵になって新鮮な空気と一緒に朝がやってまいります穏やかなそしていとも和やかな銀座の朝えここで画面がおんぼろ商店街の入り口に掲げられた「新田銀座」っていう電飾になってで森重が「これは失礼しました銀座は銀座でもここは東京郊外にある多摩川新田銀座」。 と言ってもこの玉川の川べりから物語が始まるというまあ人を食ったような面白い出だしでした。このよう次に撮った日活遺跡第四作は足利、えー、泉の回で詳しく紹介した小更木次郎の毎日新聞の連載小説の映画化「風船」です。えー、シャ二郎や小林明のアクション 路線に行く前の、まあ、初期の日活には、こういう文芸系の映画がたくさんあったんですね。で、この時期、川島雄三はもう絶好調という感じです。で、川島雄三が日活で撮った九作のうち、これ全部書いてませんけど、これよりは日活ですけども、もうほとんどに出演している。三橋達也は、まあ、松竹から川島と一緒に、あの、日活に移籍して。で、さらに、この後、東方にも一緒に移って、また映画を撮っている。川島の生涯の盟友です。 僕らの世代は三橋達也っていうとトラトラトラの源田稔役とかあるいはテレビの西村京太郎サスペンスの十津川警部役とか、まあ、渋い二枚目男っぽい二枚目っていう感じですけれども川島雄三の映画の三橋達也は大抵の場合なよっとしたドラ息子の役で,でこれがまた実にうまかったですねで。この人は生まれが銀座 でお父さんが名のある木版彫刻家で本人も玉火中隊の芸術家で、まあ、芸能界一のクレー射撃の腕前で一時日本クレー射撃協会の理事も務めていたりあるいはすごいオーディオマニアだったり何しろすごいディレクタントだったんで、まあ、都会派のディレクタントの川島と馬があったんでしょうね。三橋宮達也は川島雄三について「松竹時代は大した監督じゃないと思ってなめてたけど東京マダムと大阪夫人の時あれこの監督上手くなったなと思い明日来る人の時にはもう尋常じゃないと思うようになった」。後から出てきた人で 安心なテクニックが評判になっても川島さんが遥か前にやっていたことがたくさんあるヌーベルバーグなんかそうですねと語っていますまたこの頃今村翔平は旅館にこもって脚本を書く川島ゆずの手伝いをしていたんですけども昼夜が逆転して生活している川島が寝ている昼間の間にまあ、自分が考えたプロットを えー、机の上に置いておくと夕方川島が、えー、のこのこ起きてきてそれを見て書き直すんですけどもこの今村翔平が頭がかち割れるほど考えて出したプロットよりも川島がその場でさらさらっと書き直したプロットの方がどう見ても短くて面白いので才能の凄さを認めざるを得なくなります。えー、今村は小竹時代よりも明らかににに数倍手強いいい監監督督なったたと書いています風船のの次に川島が監督したのが 芥川賞作家芝木喜子の小説の映画化で彼自身が一番気に入っているという鈴木パラダイス赤信号でですすこれですねで1956年の公開時川島雄三はプログラムピクチャーコメディ専門の職業監督と思われていたのでこの映画「きめなわ淳法」の年間ベスト10で28位と公開時の評価は決して高くなかったんですが。 作家小林信彦が20世紀の邦画がベスト100の一本に挙げたり2009年にキネマ順報社が映画関係者の投票で選んだ日本映画オールタイムベストで第13位に選ばれたりとか後になって評価が上がってきた作品です。でこののの映画はある夏の日に春見の 勝ち橋の上で元娼婦の新たな道をとその紐でまで頼りたい男の三橋達也が持ち金がなくなっちゃって当てとなくバスに乗って遊郭の町須崎えここは門前仲町の一つ先の今で言うと東洋町三丁目の辺りですけどもえそこの須崎のバス停で降りてバス停のすぐ先には須崎川という運河があってその運河にかかる橋を渡った先に須崎パラダイスと書いたこの書かれた安っぽいネオンのアーチがあってこのアーチの向こう側っていうのは陪心塾が並ぶ特員街いわゆる赤線。 です2人はこの橋のたもとでとどどきき構が営んでいる飲み屋兼貸しボート屋に入って改め道はこの店でそして三橋達也は近所の蕎麦屋で職をやってで働き始めますそして改め道はこの飲み屋の常連のお客だった電気屋の主人だったかな河、えー、津清三郎に気に入られて囲われ一方三橋達也は蕎麦屋で、えー、そこに勤めている芦川泉に何かと助けられて、えー、真面目に働くようになります。 でも二人はお互いのことが忘れられないそうこうするうちに須崎の、えー、赤線の女と駆け落ちしていなくなっていたこのトドロキヒコの旦那が町に舞い戻ってくるっていう話ですねでこれ赤線の周辺で暮らす人たちのよるべない生活が全編どんより曇った空の下もう夏の生暖かい空気感とこれ夕方から夜にかけての時間帯で描かれた、まあ、独特の雰囲気の映画ですもう全編に須崎でロケしていてこのトドロキヒコが営む飲み屋の内部だけが えー、セットなんですけどもこの街とセットのつながりが見事でこの街の実在感が半端ない映画でしたで主演した三橋達也はパリの小市民の生活を描いたルネ・クレールとかのフランス映画みたいなきめ細かなタッチと、えー、表していますでこの三橋達也のダメダメ男ぶり宝塚出身の新たな道夫のハスパなビッチぶり等々力彦の生活感川津清三郎の人の良さ足利泉の清純さといったもう出演者たちの存在感が抜群の映画でした 眞鍋李一郎によるボンゴを多用したこの戦場的な音楽もまた印象的でこの須崎パラダイスのこの電飾のアーチの下で奥の赤線地帯に足を踏み入れようとしているこのた川道夫をひもの宮司哲也が呼び止めて「まあ、中に足を入れたらまた昔のお前に逆戻りじゃないか」って言うとこのたな道夫が「そんなこと言ったって私たち今夜から寝るところもないのよどうにかしなきゃしょうがないじゃない」と言ってまあ奥に行こうとするとですねこの えー、上ののパパラスのネオンがパッとつくんですねその表紙にそのパッとついたネオンを見てこの2人がドキッと立ちつくんでいるとそこにこの真鍋利一郎のボンゴの曲がですね、えー、ボ,ンボ,コボンボ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 コ立ち上がってきてそれからギターの戦場的なメロディーが高鳴ってで2人が奥に行くのを、えー、躊躇するんですけどもこのボンゴの使い方それから夕方の「曇天の鈴木の街を捉えたこの高村倉太郎のキャメラが本当に見事でしたね。 でこれ舞台となった須崎という町は江戸時代に根津にあった遊郭が、まあ、明治政府の命令で東洋町三丁目にそっくり丸ごと移転してきたもので近くに騎場があってその職人たちが通うようになったことからみるみる発展し昭和の初期にはもう吉原を超える東京随一の入れ町になっていた場所です。で1936年にこの遊郭の隣にプロ野球の大東京軍もう今の巨人ですねが本拠地球場の須崎球場を作りました。 こ選手たちは隣の遊郭に通っていてで試合前に遊郭の窓から顔を出すとベンチから「おい試合が始まるぞ!」って監督から呼ばれてで慌てて球場に駆けつけるということをしていたそうですそしてその年の12月1936年の12月にこの球場で巨人対阪神の優勝決定戦いわゆる日本シリーズの第1回最初の日本シリーズが行われてサーライズの3連盗で巨人が日本一に輝いていてます、まあ、僕は泉麻人君の影響で、まあ、よく映画のロケ地巡りをしていてこれ何度か この東洋地をを丁目にも足を運んでいますで今はこの須崎川は埋め立てられちゃってるんですけれどもこの須崎パラダイスの電飾ゲートがあった弁天橋は今も橋の形を残していてそして映画の舞台になった橋のたもとの飲み屋街もまだ昔の雰囲気がちらっと残ってましたね。 川島雄三はこの後1957年に日活制作再開3周年記念映画として監督したのがそれまでとは桁違いの制作費をかけた大作のこの「幕末太陽伝ですでこの映画はその年の「キネマ旬報ベスト10で」で倉沢明の「雲の筋」をと第4位を分け合い川島雄三は一躍大監督の仲間入りを果たしました先ほど紹介した「キネマ旬報の日本映画「オールタイムベスト」でもこの「幕末太陽伝は「オズの東京物語」 えー、黒澤明の七人の侍、えー、成瀬三清の浮雲に続いて第4位に選ばれています、まあ、だからもう僕のごときがこうだこうだ言えるレベルの作品じゃないんですけども一応解説しておきましょうこの物語は基本落語の平です、えー、この映画はフランキー堺演じる左平次という調子のいい男が東海道五十三次の最初の品川塾ここはもう江戸末期は吉原と肩を並べる遊郭だったそうですがこの品川塾の「さか屋」という幡子兼、えー、女郎屋の前で「 西洋式の懐中時計を拾って仲間と一緒にこの前の相模屋に入って懐中時計を見せて金持ちだと思わせておいて遊女花魁をもう呼びまくってですねどんちゃん騒ぎ。 でその後仲間を介して、えー、1泊2泊とあの居残って居座ってついにはこの支払いを迫られてで金がないことをばらしてでこの、えー、相模屋の主人の金子の棒から代金支払いのめどがつくまでアンドン部屋に軟禁されてしまうんですねでこれは遊郭では居残りって言っていたんだそうです。で女屋がししていて忙しいのがいいい忙のことでこのフランキー堺は 昼間はこのお店の駒使いだから安藤部屋から抜け出したんですけど昼間は女郎屋の駒使いそして夜は座敷を渡り歩いて太鼓持ちでさらには女郎たちのさまざまなトラブルを口八丁手八丁で解決しちゃうのでもうどんどんこの店で重宝がられていきますで一方この相模屋にはもう一人残りをしている男がいますそれが石原裕次郎を演じる高杉晋作です えー、高杉晋作は同じ長州藩の草加源氏、えー、それから、えー、主治文太これは後の井上香ですねそしてあのさっき言ったあの拾った懐中時計というのはこの、えー、主治文太が落としてったものなんですけれども、えー、これらとともに近くの英国公使館を焼き討ちする計画をしていますつまりこの絵が落語の居残り左平次と長州藩士による英国公使館焼き討ちの事件の史実が同じ 品川塾を舞台にしていたことから発想された脚本なんですね。で主役の佐平次を演じたフランキー・サカイはもともとはジャズドラマーで,で、この映画の3年前にコミックバンド、フランキー・サカイでシティ・スリッカーズを結成していて、このバンドには後にクレイジー・キャッツに移る、えー、植木仁志、谷慶、桜井千里らがいたんですが、まあ、フランキー・サカイが映画に出だして忙しくなってからメンバーはどんどん抜けていって、でそれと反比例してフランキー・サカイは俳優としてどんどん大物になっていきました。 川島雄三がフランキー・世界を左平次役に主役に起用したのは、えー、彼の都会的なクールさドライさを買ってのことですでこの時フランキー・世界は29歳川島の狙い通りに、まあ、動きの速い左平次をすごいスピード感で熱演してました特にこの羽織を空中に投げ上げてで空中に上がったままスルッと素手を通して一発で来ちゃう場面なんかもう伝説ですねこれどんだけ練習したんだっていう感じです それから石原裕次郎の高杉晋作に向かってフランキー堺が「こっちつらてめえ一人の両犬で生き抜いてきた男だ首が飛んでも動いてみせますさ」と胸のすくような短歌を切る名場面もあります落語の居残り左平次は病気を患っているという設定だったんですけれどもこの映画の左平次も結核でずっと咳をしていて死の影に怯えながらそれでも他人には絶対に弱みを見せていません川島と一緒にこのの映画の脚本を描いた今村翔平は この映画の左平寺はまんま川島雄三本人だと書き残しています物語の舞台になった相模屋はまあ外側が土蔵作りだったとことから土蔵相模と呼ばれた品川区随一の、えー、大きな実在の旅館です今でも京浜急行で品川駅の隣の北品川 駅で降り立って、ちょっと歩くと、このマンションの前に。土蔵相模跡っていう機能、こう、考察、立て札が立ってますね。そして、この建て札のすぐ隣は、インバウンド向けの品川宿というゲストハウスになっていて。まあ、時代の流れを、感じさせられます。えこれより後、日活は、この幕末太陽伝で長州藩主を演じた。石原裕次郎、小林旭、二代に英明、らが主演するアクション映画。 に路線を切り替え川島はその空気を指して東方参加の東京映画に移籍します名誉三橋達也もほぼ同時期に日活から東方に移籍していますが東方時代になると川島映画の主演は三橋達也からフランキー坂井森重久也に移っていきます川島はデビュー作の帰ってきた男の原作者でもある大阪の作家小田作之助と親交が深かったせいか大阪にも深い関心を持っていて 東京映画時代は大阪に長く滞在して宝塚撮影所で大阪を舞台にした映画を何本か撮りましたこの時代の川島雄三に支持していたのが後に川島雄三の評伝「行急ぎの木」で直木賞候補になる作家の藤本義一さっき言った藤本義一ですねこの人大橋漁船と一緒に一日おきに 11PM の司会を務めていたのでご記憶の方も多いんじゃないかと思います当時藤本は大阪府立大学の学生で在学中から関西芸術座や ララジオドラマの脚本を書いて、『芸術祭』文部大臣賞を取ったりして東の井上久志、西の藤本義一と言われるほど才能が高く評価されていました1958年留年を重ねて大学の7年生になっていた藤本はアルバイトで宝塚撮影所に出入りしていてである日撮影所の掲示板に貼り付けられたこの手帳の1ページを破ったこんな募集広告を見つけます。思想ででななくく、身体強権でなく粘りと脆さを持ち、 酒と色に興味のあるものを求む監督室内また火鉢の川島これが川島裕造の、えー、アシスタント募集の広告でしたで先輩たちはこの監督に就くとほとんど死ぬ生き残れたのは 今村翔平と中平公だけだと言ったそうですけども、えー、藤本義一は幕末太陽殿に進出していたので川島のもとを訪ね採用されてこの後山崎豊子原作森重久也主演の「のれん」これと井布マ政ジ原作フランキー堺主演の「かしまり」という日本のコメディの脚本を手伝いますこっちはノンクレジットですけどこっちは脚本として藤本義一がクレジットされていますこれ映画とは直接関係ないんですけれども藤本義一が書き残した川島雄三の傑作なエピソードをご,ご紹介しておきましょう。 島回りの脚本の手伝いをしているときに藤本議員は川島からポンと3万円渡されてこれ今だったら多分50万円ぐらいですね3万円渡されて大阪の北新地にある国都というクラブに行けそしてそこの悦子というホステスを口説いてだけ証拠に「悦子とホテルに着いたら私に電話しなさい」って言ったんだそうです。 で当時藤本は学生結婚していてもう新婚だったんでもう断ったそうなんですけども川島は何事も勉強で消す <laughs> とか言ってえ取り合わないで、まあ仕方なく、えー、藤本は北新地の国土に出かけますで出てきた悦子っていうホステスは、まあ、川島好みの派手な顔立ちの美人で藤本が彼女に師匠の川島雄三からあなたをくどけと言われてきたというと「先生何考えてはるんやろ」 アホちゃねっ? <laughs>」って聞いてたんだそうですけども渡された3万円を見せると急に向こうの目の色が変わったんであの藤本義一があ,のあなたに手出しはしないけれども2人でホテルにしけ込んだ芝居をしてこの金3万円を山分けしないかって持ちかけたらもう向こうが大乗り機で乗ってきたんだそうですよ。そこで藤本義一はセックスををした後といいう設定の、えー、綿密なシナリオを書いて そしてこれほど遂行したことはないというぐらい遂行してこのバーの中で悦子と一緒に何度もリハーサルしてそして夜中にバーが跳ねてからバーが閉まってから川島裕三にホテルからという設定で電話をかけてですね今悦子と重曹のホテルにいる,いるんやけどでこう言ったら川島裕三は悦子と変わりなさいって言うんでこの悦子が藤本議員が書いたシナリオ通りに酔っ払ったふりして「藤本さんってだめだらしなくって男じゃないわよ」 って言うともう電話の向こうで川島監督が大喜びにしたんだそうですねで、えー、川島ゆずはまあただ面白がってやったことなんでしょうけどこの後から考えたら藤本義一にとってこれがとんでもなく有効な脚本資料になっていたそうですもう一つ、えー、川島ゆずのエピソードもう一つお出ししますが芸能記者が50人ほど集まって 開かれたこの映画「かしまわり」の制作発表記者会見の時に藤本議員が川島雄三の隣にずっと座っていたそうなんですが記者から、えー、監督今度の映画はどういうものですかって質問されると川島が藤本議員の耳元にですねあの男は間違って記者になりましたねそう忠告してあげなさい <laughs> って言ったんだそうですよ。で記者はえ今監督が何とおっっしゃったんです っ迫ってきたんで、まあ、そのとりに言うわけにもいかないからもう藤本議一は指導戻るで苦し紛れに、あのー、監督は今度の映画は、えー、喜劇は喜劇であるけれども銃喜劇だとおっしゃってますって言ったんだそうですねするとこの記者たちがみんな銃喜劇って一斉にメモし始めてで会見の後でこで川島が「藤本君,君いいこと言ったね銃喜劇い,やいい言葉だそれをこれから俺の旗印にしよう」。 って言ったんだそうですよこの重機域という言葉はあのウィキには今村翔平の造語だって書いてありますけどももともと藤本義一が発明した言葉だったんですねで、この藤本義一が、えー、共同で脚本を書いた貸し回りこれはその大阪の通天閣を見下ろす、えー、天王寺夕日が丘に建った一軒家まあ、大きな屋敷なんですけどこれが、えー、貸し屋っていうかアパートになっていてそこに住む住人たちの話です主人公のフランキー坂井は四角語を喋って機械いじりが得意な無線マニアでそして小説や論文の代行を いにしているももう何ででの超インテリでこのフランキサカイアー井が荒島千景が演じる、まあ、陶芸家に惚れられて追っかけ回されたりとか小沢昇一が演じる大学生に利用されて替え玉で試験を受けて学校始まってるような成績を収めたりとかといった騒動が描かれています。 でこの何でもやのフランキー社会が人々のトラブルを解決するっていう枠組みはちょっと幕末対応でに似ていてもう部分的に面白いところもたくさんあるんですけども全体的にはちょっととっちらかっちゃってる残念な映画だったと思います <laughs> あくまで私の感想ですけども。が川島裕三を語る上でこの「鹿島あり」は外せない作品なんです。えー、というのも、えー、この映画の原作者の井伏ス次が。 9世紀の唐の詩人、うぶりょうが書いた慣詩、酒を進めると書いた慣詩ですけど、慣詩という詩、君に進む金屈詩、満尺自するを用いず、花開けば風王し人生別にたる。この五言絶句の慣詩をですね、イブセが公約したんですね。この杯を受けてくれ。どうぞ並々継がしておくれ。花に嵐の例えもあるぞ。さよならだけが人生だ。 このイブセマスジの威役を川島雄三はことのほか気に入っていてこの映画の中でこの重要な役の桂小金治、まあ、この人も三橋達やフランキーイと並ぶ川島雄三映画のまあ重要な、えー、脇役のじょ常連なんですけどこの、えー、桂小金治がシューデゲンの場でこの詩を振る、えー、に、えー、口にするくだりがあってラストで桂小金治がこの通天閣を見下ろすアパートの入り口のところにこの貸回りの筆を掲げながらぽつりと「さよならだけが人生だ」って語る場面を撮っています。 この書は川島雄三本人の人生そのものを表す言葉として有名になり川島の故郷青森にある彼の墓碑には森重久妻が書いた「花に嵐の例えもあるぞさよならだけが人生だ」という文字が刻まれていますこのかしまりが外せないといったのはそういう理由ですこのあと川島が1960年に取った「接吻泥棒」はこれ原作は石原慎太郎そして宝田明と段麗子 がが主演ののスクリューボーボルコメディででですす島が初めて東,京の東方撮撮影所で撮った作品ですね高田明演じるボクシングのチャンピオンが、えー、女子高生のダン・レイ子と銀座の真ん中で交通事故を起こしてふとした弾みでキスしちゃったところ週刊誌に撮られちゃってダン・レイ子の学校はおかないミッション系の女子校だったんで大騒ぎになりそれから高田明は草笛光子を演じるデザイナー荒川道を演じるバーのマダム北明美のダンサーの3人から惚れられていてでこの3人が色目きたつ。 っていう話です同じ年の4ヶ月後に弟子の中平公が撮った石原裕次郎芦川泉主演の「明日晴れるか」これ足利泉出演作品の時にあのこの一本に挙げた作品ですけどもこれと幸一を成す日本製スクリューボールコメディの傑作ですね。 昔日本映画は90分で450カット1カット平均が12秒というのが普通で、えーまあ、例えば「男はつらいよ」「虎次郎」「夕焼け小焼け」は109分で530カットなので1カット平均が12.2秒これぐらいがアベレージだという話を前、えー、したと思うんですがこの川島裕三の『接吻泥棒』は83分で、えー、599カット、まあ、1カット平均8.3秒だから昔の日本映画の1.5倍速ですね松山善三の脚本もよくできてるし演出も弾けてるし1960年当時の東京の様子が生き生きと描かれているし、まあ、こんなこと言うと 評価、まあ、にはバカにされちゃいますけども個人的には僕にとっては川島作品で屈指に好きな娯楽映画ですでこの後川島は成瀬みきと共同監督した。 新橋の花街を選んだ「夜の流れ」それから赤坂の花街を描いた「夜の肌」と立て続けに花街ものを撮ってこれどちらも日本とも面白い映画ですよさらに大英に出向して若親子主演映画を撮ってるんですけどもこれ,はれについては若親子主演映画の回に詳しく紹介したのでここでは触れません「接吻泥棒」と同じぐらいこの川島らしい正統派のコメディーと言えるのが作家志士文禄が新幹線が到着する前の国鉄で一番早かった東京大阪間を6時間50分で結ぶ特急小玉「こだま」 の社内で起こる人間模様を描いた小説を映画化したこの1961年の特急日本ですねこの映画は前編ですねドラマが小玉の社内だけで展開されていくドタパタコメディでブレッドトレインみたいな話ですね主演はフランキー・サカイとこのダン・レイコそれから白川瑛も出てます着想がまず面白いですし今見てもスピード感がなかなかの映画ですねもう一本同じ志士文録が1960年代初めの東急西部藤田観光による箱根の開発戦争を描いた企業小説を映画化した1 9 1年 1962年のこの「箱根山」もう僕にとってはたまらない作品ですというのはこの映画1962年7月公開の若大将シリーズ第3作「日本一の若大将」の直後に東方のプロデューサー大物プロデューサーの藤本実,実が、まあ、若大将シリーズに一旦くぐりをつけてこの加山雄三と星百合子のコンビを川島雄三に預けて撮らせた映画だからですこの映画は箱根の開発戦争を手際のいいナレーションとドタバタコメディっぽい映像で見せた後箱根の入り口、まあ、おそらく宮の下という設定 だと思うんですけどもにある玉屋と若松屋という二つの老舗旅館の対立喧嘩を描いていますで、この玉屋の女中の息子で番頭を務めているのがこの香山裕造で若松屋のわがままな礼状がこの星百合子 でこのロミオとジュリエットみたいな2人の恋愛と玉屋の家事その家事に乗じて東野英二郎を演じる観光事業が玉屋やこの若松屋なる一帯を手に入れようとする話が進んできます香山の旅館に滞在し香山雄三を気に入る大物政治家の役で森重氏さも出演しています白黒映画ですけれども若大将シリーズファンでなくても十分楽しめるよくできた娯楽映画だと思いますこの箱根山の後。 大江で若親子主演のしとやかな獣を取りこのしとやかな獣は今村翔平が川島の最高傑作と評した作品なんですけどその後東宝に戻って森重久屋主演のとんかつ一代それから万純三郎花始主演のいちかばちの日本を取った後もう川島はいちかばちの公開の5日前わずか5日前に、えー、休止していますこの世間の評価では川島が東宝に移って取った15本は後退後で迎えられたせいとか日活時代の9本に比べるとたるんだ作品ばかりだという 言われていますがもう先ほど紹介したセップンドロボー「接吻泥棒」はあまり映画を見ないおっさんでもこいつらばっかだなと笑いながら、まあ、気軽に寝転がって見れる派手ででで分かりやすすいよくできた娯楽映画ですまずだからこの「接吻泥棒」を入り口にしてそしてもしも気に入ったら最高傑作と言われる「幕末太陽電や須崎パラダイス赤信号」に進まれてはいかがでしょうか東方マニアの僕としては箱根山も捨てがたいですけどね。 チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。